私ずっとこの空のディレイラー使ってたんです。変速がですね、なんかしっくりこないんですよ。調整してもね、ハンガー曲げたりしたんですけど、結局2速のところがどうしてもねちょっと違和感があって、なんでかなって思ってて、まあよくよく調べてみたらですね、実はこのスプロケカセット11の28なんですよ。あ、12か12の28ね、分解して、パーツ入れ替えて組んでるんですけどね、まあそんな28の12なんですけど、このソラのリアディレイラー RD3400 かな、これ実は調べたら11の27とかなんですよ。つまり本当は28が入らない。それだから多分ね、2速のところがちょっとね、2速から3速に上げるところだけダメなんですよ、調整してもね。それが原因があったのかなと。そのね、27兆までしか対応していないっていうのが、それでこれが、同じ空なんですけど RD3500、 これ中古で買いました、900円でヤフオク。これはね28まで対応してるんですよ。あれ32だったかな、とにかくね28いけるんですよね。なので今回これに変えます。ちょっとこのケージだかゲージだかどっちか忘れましたけど、ケージかな、長くなってるんですよ、ここが。これ抜いちゃおうかな。緩めて、抜いて、こんだけ違いますから、だいぶ違います。はい、このホイールですね、非常に歪んでるんで、歪み取りをディレイラーハンガーにくっつけて歪みを取っていきます。やり方が合ってるのかどうか分かりませんけど、これを締めて、この出てるやつをですねぶつけて、右と左で、クリアランス見て、上と下でクリアランス見て、隙間の違いがあればこう曲げるということですね。こんな感じで注意しました。薄くね、で、こうして、はい、
トップの位置になってなかったんで、トップの位置にディレイラーじゃなくて、まあ、なんていうんですか、シフター動かして、引っ張り出しました。まあこれくらい余裕があります。で今何も調整してないんですけど、普通に入っちゃうんですよ。すごいね。何も調整してないのにこんなに入るなんて、前のディレイラーじゃ考えられなかったんですけどね。すごい。こっから調整したらもうバチバチ入るようになりますね。調整の仕方は前回の動画を見てください。最後のリンクからいけると思います。一応説明すっか。一応今トップの位置に入ってますけど、これもう僕が見えなくなっちゃったのが、調整する本人が見えないんでしょうがないんですけど、こっちのボルト、あ、全然見えない。これをさ、こう右に回すと左に行って、左に回すと右に行ってっていうのを、これをちょうどプーリーとセンターになるようにします。お、見えない。こんなもんかな。で、私が思うに、もう で、ここはここで、ここで調整できるんだよね。わかります？こうねじ込んでいくと、こうこっち側に動いてくるんですよね。緩めるとそっちに動く。ここもね、はい、こんなもんで。感覚ですよ、手の感覚。手の感覚でいけてるかいけてないかですよ。で、回して、カリカリ。
お、完璧。よくわからないね。フィーリングだ。だいたいこうセットして、これね使わないと思うな。基本的にもここだと思うよ。で位置を合わせたら、トップの位置だよね、トップの位置合わせたら、あとはもうここ緩めたり、あのこっちに行かなかったらこっち側に送ってあげる、こっちに落ちづらくなってたらもうこっち側に送ってあげる。ああ終わった、疲れた。全く参考にならなかったと思います。